皆さんこんにちは、バンドネオンの三浦和馬です。今日は皆さんにコンサートの、お知らせがあります。12月11日から、始まります。バンドネオンヒーローズというこの、コンサート、ネストル・マルコーニ&三浦和馬の、指定共演ということで、この公演がついに実現します。このコンサートは、マルコーニさんという、僕の師匠、にあたる、バンドネオン奏者で、現在世界最高峰と言われている、バンドネオン奏者で、僕はずっとこう憧れて、そしてアルゼンチンにまで、彼に習うために勉強に行って、そしてずっとこう憧れてたそのマルコーニさんとの、共演、本来だったらあの去年、コンサート実現するはずが、震災の影響などもあり延期になってしまったんですけれども、ようやく、そのコンサートが、実現します。お待たせしました。12月11日は、東京四ツ谷の清居ホールで、行われるんですけれども、この、コンサートの内容は、実は非常に豪華版でして、まず一番メインとなるのが、僕が、なんとマルコーニさんの、カーメラタンゴスという曲を、日本を初演させていただくという、そんな、企画があります。この曲は、マルコーニさんの作曲された、室内楽とそれからバンドネオンという編成のもので、非常に、バンドネオンにとって、新しく本当に革新的な曲だと思っています。タイトルも、カメラタンゴスとカメラータというイタリア語の、室内楽を表すものと、タンゴをこう組み合わせた造語なんですけれども、本当になんて言うんでしょうね、まるでこう映画音楽を思わせるような旋律だったりとか、でも、やっぱりこう、タンゴのエッセンスというかタンゴの、ベースが、ちゃんとありという中で、本当に、今までバンドネオンになかったんじゃないかというような、そんな曲、その曲をマルコーニさんが、僕に、日本初演をさせて、くださると本当に感謝してるんですけれども、それから、もう一つ目玉ありまして、ピアスラのバンドネオンコンチェルト協奏曲ですね。これを、なんと今度はマルコーニさんが、ソリストで、弾いてくださいます。ちなみにさっきのカメラタンゴスはマルコーニさんが、指揮をしてくださるという本当に、楽しみなんですけれども、その他にも、この、弦が入った、もの、これはそうですね、総勢15名ぐらいの、弦楽アンサンブルと一緒に演奏するんですが、その他にも、バンドネオンソロ、お互いにこう僕とマルコーニさんソロを弾いたりとか、あるいは、ピアノとの、デュオ、トリオ、またバンドネオンだけのデュオ、そんなことも企画、しています。そんな公演が、12月11日に、あり、実はその時には、昼夜2公演というか、昼はランチタイムコンサートがあって、ここではマルコーニさんのソロもたっぷり、聴ける、んじゃないかと思います。そして次の日は、次の日が兵庫に移動しまして、ここでも、コンサートをします。ここでは僕とマルコーニさんと、ピアニストの方の3人の公演になりますが、ここでもいろいろな、企画、コンサートの、面白いところがありまして、マルコーニさんが作曲されたロブスタンゴという、曲、これはバンドネオンソロでマルコーニさんが弾いてくださいますが、これを、初演、日本初演したりですね、また、この、東京では聴けない、ピアソラのメドレーという、僕もどんなものになるのか楽しみなんですが、マルコーニさんの演奏があったり、そんな、盛りだくさんな公演になってます。この次の日の、12月13日も、同じような内容を名古屋で、演奏するんですけれども、こちらも、見逃せない公演となっています。と言いつつ、実は、兵庫の公演はおかげさまで、完売となってしまったんですけれども、ですから聞きたい方はぜひ名古屋まで、いらしてください。そしてコンサートと、ある種連動した企画内容として、CD のリリースがありまして、11月21日に、ビクターエンターテインメントより、リリースになります。その名も、カメラタンゴスという、
この CD が、リリースされます。これは、まあ、そのタイトルの通り、カメラタンゴス、先ほどもお話ししましたその室内楽と、バンドネオンのための曲を、収録して、その他にも、ピアソラの、名曲を、室内楽編成、ピアノも入ったりするんですが、それで演奏をしている、本当に豪華版となっております。こちらも、ぜひチェックしていただいて、まあ、何よりも、コンサートとか、CD っていうのももちろんなんですけれども、何より、そのカメラタンゴスであったり、バンドネオンのこう、なんでしょう、新しさというか、なんだろう、ピアソラ以降のこう、タンゴの発展した形、タンゴの現在今の形のようなものを、まさしくこう表している曲だなと、思いますので、この曲本当に聴いてほしいと思ってます。では、12月、11、12、13と3日間、もう本当にあと1ヶ月ほどですけれども、まさにこうアルゼンチンにいらっしゃるマルコニさんとも、連日いろいろなこう曲だったり衣装だったりいろんな打ち合わせをしながら、内容を詰めているところです。本当に一人でも多くの方に聴いていただけたら嬉しいなと思っています。ぜひ、会場を聴きに来てください。よろしくお願いします。ミラカズマでした。